第36次長期滞在は国際宇宙ステーションでの36回目の長期滞在である。出展、NASA 2013年6月16日、初の女性宇宙飛行士はレンチナ・テレシコワがポストーク6号で宇宙を訪れた50周年の日、ニーベリーと新州10号のミッションで天宮1号に滞在していた大和平の女性2人が宇宙に滞在していた。 2013年7月16日の船外活動エヴァ -23 中に、ルカ・パルミターノは自身のヘルメットの中に水が漏れていることを報告した。フライトコントローラーはすぐに船外活動の中止を決定し、パルミターノは来た道をエアロックのクエストまで戻り、共に船外活動を行っていたクリストファー・キャシディもそれに、続いてエアロックに戻った。エアロックは 宇宙遊泳開始後の1時間32分後に再加圧を始め、この時までパルミターノはスーツの中の水によって見る、聞く、話すといったことが困難になっていた。再加圧が終了後、船長のパーベルビノグラードフとクルーのヒョードルユールチキンはパルミターノのヘルメットを素早く外し、タオルで水を拭った。事故にもかかわらずパルミターノは怪我はなく、上機嫌だと報告した。 ありがとうございます。